はい、ご視聴ありがとうございます。山本周五郎作虚空遍歴その第3回 1-1 続きから。8畳の客間は暗く、行灯のぼけたような光が火鉢と酒肴の並んだ膳を照らしていた。昼夜が窓を開けようとすると、幾田は急いで、よしてくれと止めた。このままの方がいい。明るい光は見たくないんだと言った。部屋の空気は重く濁って、据えたような酒の匂いがした。どうしたんだ。昼夜は火鉢の脇に座った。酒はまだかな。今来るだろう。まあ座れよ。悪い土浦だな。幾田は座り、まだ湯飲みを持ったままで言った。てっきり咲き始めたんだと思ったら花は終わりか。俺の行ったりしたりすることはいつもこうだ。何かあったのか。茶番見たような話さ。幾田は片手を後ろへやり、平たい福さ包みを取って昼夜に渡した。泊まり亭から預かってきた本だ。昼夜は包みを解いて、一つずりの冊子を取り上げた。藍色に源氏香の型を浮かした表紙に、青柳恋のおだまきという題箋が貼ってあった。糸柳と読むんだそうだ、と幾田が言った。糸柳恋のおだまき。注文があれば直してもいいって言ってたぜ。昼夜はそれを脇に置いて幾田を見た。富堂を殴ったとはどういうことだ。前から殴りたかったんだ。根性の汚え腐ったような野郎だからな。中藤昼夜も気をつける方がいいぜ。お香が缶どっくりを2本盆に乗せて入ってき、赤旦那も上がりますかと聞きながら、幾田の前にある缶どくりの開いたのと、持ってきた2本とを取り替えた。ほらいい、と昼夜が答え、幾田は水を1杯欲しいと言った。お香は昼夜に茶、幾田に水差しと湯飲みを持ってきてすぐに去った。富蔵のやつは中藤の取りなしで帰参がかなった。と幾田は続けた。あの時中藤がそっぽを向いたら、二度と住吉匠の敷居はまたげなかったろうし、時わざはもちろん浄瑠璃の世界全体から締め出されたに相違ね。何しろあんな薄汚え真似をしたんだからな。それが殴った理由か。昨日俺は師匠に呼ばれて破門を申し渡されたんだ。大師匠か、と昼夜が聞いた。若師匠だ。それで。富蔵の中傷さ、と幾田は言って新しい湯飲みに水を継ぎ、一息に飲み干した。あいつだけが知っていて、あいつの他には知っているもののねえこった。それを師匠に告げ口しやがったのさ。昼夜は茶をすすりながら幾田を見、幾田がまぶしそうな目つきになるのを認めて、女のことだな、と反問した。富蔵には何の関係もあれやしね。俺たちがどうなろうと富蔵には全く縁のねえことなんだ。あいつには痛くも痒くもねえことなんだ。相手は何者だ。俺の口から言わなくてもすぐにわかるさ。幾田は酒を飲んだ。ちょうど富蔵のやつが稽古場にいたから、外へ呼び出して問い詰めたら、俺の身のためを思ってしたことだと抜かしやがった。本当にそのつもりかもしれないだろう。バカなことを言うなよ。彼は気の弱い人間だ、と昼夜が言った。それを隠そうとしていろいろやってみるが、かえって笑われたりつまはじきをされる。友達がないから友達を作ろうとすれば、心を見透かされて馬鹿にされてしまう。去年の都座のこともそれなんだ。
去年の春は中村座が休んだので控え櫓の都座がその代わりに興行をした。役者は中蔵、彦三郎、八百蔵、二左衛門、その他で振り分け曽我を出し、道行きの桂川には時和津が出がたりを務めた。その時富蔵は八百蔵の番頭に働きかけて富本武士を出がたりに使わせようとした。富本武士は時和津から出て新たに一派を成したものだから、富蔵の企んだことは師匠に対する二重の裏切りであり、大師匠と呼ばれる文字太夫は怒って彼を破門した。気が弱いのは中富士も同じさと生田が言った。あいつは帰参させるべきではなかった。それを泣きつかれたために八方奔走した上、ついに大師匠をうんと言わせた。つまり中富士も気が弱くって富蔵の泣き落としにそっぽが向けなかったということだな。しかし彼は見事に立ち直ったぜ。そこで昼夜は片手を挙げた。断っておいたはずだが、中富士と呼ぶのはよしてくれ。俺は時和津小松太夫、名前はただ昼夜だ。生田は次のとっくりを取って酒を継いだ。おめえさんには見えねえんだよ昼夜と生田は言った。あいつの企んだことは許す余地のねえもんだ。いいかい、あいつは師匠を裏切っただけじゃねえ、時和津そのものを裏切ったことだ。あいつはどんなことがあっても許しちゃならなかったんだ。もう済んでしまったことだ。酔っている相手に何を言っても始まらないといったような口ぶりで昼夜が答えた。それより生田はこれからどうするつもりだ。油断しねえ方がいいぜ。生田半次郎は酒をすすりながら言った。富蔵にとって帰参のかなったことは一生の屈辱だ。あいつはおめえさんを泣き落とし、おめえさんのおかげで破門が許されたことを決して忘れやしねえからな。生田は一人でうなずき、ちょっと歯を見せてからまた言った。仰せの通り、あいつは気の弱い人間かもしれねえ。しかし気が弱い以上に悪賢くて執念深いやつだ。あいつはもうそのくらいでよせよ。あいつは昼夜に助けられたことを忘れねえだろう。そうして俺がありゃ昼夜を自分と同じような立場に追い込もうとするに違えねえ。それをよく覚えておく方がいいよ。お香が襖を開けて入っては来ずに昼夜の顔を物問いたげに見た。もっと飲むかと昼夜は生田に言った。俺は人と会う約束があるんだ。元柳橋か。うん、岡本だ。大和屋と相談したいことがあるんでね。どうする？飲みたければ飲んでいろよ。そっちにもこれからのことで話があるんだろ。俺は一度おめえさんの顔をぶん殴りてえと思ってるんだ。昼夜はお香にうなずいて見せながら立ち上がった。お香は襖を開けたまま去り、生田は湯飲みの酒を飲み干した。おめえさんの顔には幸せと満足があぐらをかいている。昔からそうだったし、近頃はますますそれがしどくなった。生田は片方の膝で貧乏ゆすりをしながら言った。いつか一度きっとこの手でぶん殴ってやるぜ。富蔵の後でか前にか。富蔵がどうした？彼がいつか俺を窮地に追い込むと言ったろう。昼夜は優しげに微笑した。生田も俺を殴るそうだが、その前か後かと聞いたんだ。俺のやりてえようにさ。遠慮はいらねえぜと昼夜は片手を上げ、それを桃へ旗と打ちつけながら言った。帰ってから相談しよう。
そうして彼は出て行った。 1-2 昼夜はカゴに乗ると持ってきた泊まり邸の本を開いてみた。それは昼夜が頼んだ浄瑠璃の台本で、芝居の仲間くに使う所作を主とした心中物語であった。山本周五郎作虚空遍歴その第3回 1-2 途中まで。朗読2021年2月9日。